ヘルマン・シェルヘンは、ドイツ出身の指揮者、作曲家。現代音楽の推進者として知られた。ヘルマン・シェルヒエンとも呼ばれる。ベルリンの酒場の息子として生まれ、ビオラを学ぶ。家系が苦しく、1907年から、ブリュートナー管弦楽団、ベルリンフィル、クロールオペラなどで、ビオラ奏者として活動する一方、ナイトクラブなどでも演奏した。1912年には、 シェーンベルクとそのグループに出会い、11月5日、ミュンヘンで、シェーンベルクのガツに疲れたピエロを演奏し、指揮者としてデビューした。リガ公共楽団の指揮者として、ロシアに滞在中、第一次世界大戦が勃発し、捕虜として抑留されたが、音楽活動は、継続、弦楽四重奏曲などの作曲を行った。1918年に、ベルリンに戻り、以後、 ドイツを中心としたヨーロッパ各地のオーケストラで、指揮活動を行った。ヒンデミットやクルシェネク、オネゲルなど現代音楽の初演も数多い。一方で、音楽教育や、労働者が師匠団の指導にも力が注がれ、さらに新音楽用語のための雑誌を発刊するなど、精力的に活動した。シェルヘン自身は、アシュケナジムユダヤ系ではなかったが、1933年に、 ナチス政権が成立すると、これに反対して、スイスに移住、第二次世界大戦が始まるまでは、ドイツを除く欧州諸国のほか、パレスチナや中国にまで足を伸ばした。1936年には、本番直前に式をキャンセルしたベーベルーンの代役として、ベルクのバイオリン競争曲を、ルイス・クラスナーと共に、バルセロナで初演している。しかし、開戦後はほぼ、 スイス国内のみに活動範囲が制約された。戦争終結後は南米やトルコへ演奏旅行を行うなど活発な活動を再開、また新しいレコード会社ウェストミンスターに参加、1950年以降ウィーンで数多くのレコーディングを行った。現代音楽のための活動も一貫して続け、ノーノやクセナキス、シュトックハウゼンなどの作品を初演したほか 1950年に出版社、あるス・ビバを設立。1954年にはグラベザーノに電子音楽スタジオを開設している。1964年に初めてアメリカを訪れ、フィラデルフィア管弦楽団を指揮して大成功を収めた。1966年6月7日、フィレンツェの歌劇場でマリピエロのオルフェオを上演中に倒れ、5日後に 市内のホテルでこの世を去った。このライブ録音は残されている。シェルヘンはいち早く前衛的な現代作品の価値を認め、晩年に至るまでその演奏に力を尽くした。シェルヘンが行った多くの初演は、時に聴衆に大きなショックを与え、音楽界におけるスキャンダルになることもあった。しかし、彼は不屈の闘志をもって難解な作品の紹介を続け、 20世紀の音楽史に大きな足跡を残した。彼の努力により世に認められるようになった作曲家も少なくない。特に有名なのはデビュー当時のイアニスクセナキスを絶賛したことである。彼が指揮したテレテクトールの初演は死の数ヶ月前であった。教育者としての業績も大きく、彼の弟子やアシスタントを務めた指揮者としてカレル・アンチェル、イーゴリ・マルケビッチ。 ブルーのマデルナ、エルネストブール、エレラデラ・フエンテ、ピエール・コロンボ、フランシス・トラビスらを挙げることができる。シェルヘンのレパートリーは、極めて幅広く、バロック、古典派以前から、当時最先端の現代音楽までを、その範囲としていたが、ジェイエス・バッフ派、ベートーベン、シェルヘンによる、特殊奏法を盛り込んだマーラー、さらに、シェーン・ベルクなどの新人学派の作品を特に、 愛好していた。演奏スタイルは、基本的には知的で明晰なものを思考していたが、一方伝統に反旗を翻すような、奇抜な解釈による演奏を行うこともあり、さらに実演では、表現主義的な、激しさを見せることもまた多かった。多くの指揮者は、指揮は教えられないと教育を難儀する中、シェルヘンは、指揮は教えられると、正反対の態度をとり、教科書も執筆した。 亡くなる前には、ベートーベンの公共局は彼自身のメトロノーム通りに、できるかどうかやってみようとルガーの放送公共楽団を振って、公開録音を行った。この録音は、多くのレーベルから再発が続いている。確認できるだけで7回結婚し、9人の子供がいる、ことがわかっている。その中で、中国の小宿間の結婚生活は19年続き、 彼女に出産させた娘にトナシェルヘンがおり、彼女はガウデアムス国際作曲賞を受賞している。ありがとうございます。